全部別々のスピードで、不思議な形をしたあの真鍮の、オブジェがゆっくり回転しているんですけれども、これをある一点から光を投射すると、3分に1度だけですね、遠くのスクリーンにフレドールのクレストマークが一瞬だけ像を結ぶ。それはこの中の機械だけではなくって、この時計と自分とそれから宇宙全体の時間がどこかで関係しているんだっていうようなことを時々実感できるような。フレドールというのが日本語で黄金の頂という意味なんですけども、まあ、その黄金っていうのをどういうふうに表現するかというのを考えました、まあ、このクレドールのクレストマークというロゴマークがあるんですが、そのロゴマークがとても綺麗で、正円と直線で構成されたすごくよく考えられている造形なんですけども、まあ、その造形を金色の板で作ることによって、でかつその金色の板に光を当てることで、まあ、その反射の金色だとか光によってできる影の形がクレストマークを像を結んだりだとか、黄金の頂という黄金感を空間全体に満たすことができるんじゃないかなと考えました。